魔法を使って見せたんですね。それがどんな魔法か具体的に教えていただけますか？いつも魔法でお菓子をプレゼントしてくれる。ベアトは魔法でお菓子を生み出すことができる。ポケットから出しただけじゃないんですか？違うもん、魔法だもん。すごいんだよ、空っぽのカップの中からいっぱいのキャンディーが湧き出したんだもん。へえ、それはすげえ魔法だな。そうだね、確かにそれは魔法だ。そうだよ、魔法だよ。本当に空っぽだったもん。ちゃんと中を確認したもん。は？中を確認したもんって何の話です？エリカさんもよせって、子供の話じゃねえかよ。それよりエリカ様、紅茶とノーサンキューです。今大変知的な話をしています。ガイアは黙っているように。もっと具体的に教えてください。マリアさん、カップの中をちゃんと確認したとはどういう意味ですか？幸いここに今ひっくり返って中身が空っぽになったばっかりの紅茶のカップがありますし、どうぞこれでその時の状況を再現してくださいませんか？さあお願いします。さあ、魔女のマリア。エリカ卿、取るに足らぬ相手です。戦うまでもありません。お黙りなさい、殺人球体関節人形。さあこの伏せたカップの中がどう飴玉で満たされたって言うんです？カップをひっくり返したってキャンディーは出てこないよ。だって魔法を使わなきゃ出てこないもん。ベアトは魔女なんだもん。魔法を使うんだもん。はい、魔法ですね。魔法を使ったんですね。どうやって魔法を？魔法のステッキを振るってカップを叩いたら飴玉が溢れ出した。違いますよね、違いますよね。ベアトは魔女だから魔法を使うの。魔法は呪文を唱えて奇跡を起こすの。キャンディーを生み出す魔法も呪文を唱えなきゃ使えない。はいはい、了解。グッドです、グッド、グッド。呪文をどうぞ、魔法をどうぞ。さあさあ、どんな呪文を魔女は？どんな風に？さあさあ、思い浮かべてごらんなさい。カップの中にキャンディーがいっぱい。そんな素敵なところを思い浮かべてごらんなさい。へえ、それで？ほら、カップの中にはキャンディーがいっぱい。
これがベアトリーチェの魔法だと言うんですね。ドラドール！ブーチヤレ！魚影。ベアトの魔法は誰にも否定させない。だって魔法は魔法だもん。魔法なんてありえません。あなたがありもしない嘘話をしている可能性があります。復唱を要求です。これに応じぬ場合ノクス第7条に違反です。応じるよ。これは真実だよ。これは本当の話。テーブルやカップに細工があって実は手品だったの。そんなオチはありませんものね。それは違反ですもんね。秘密の仕掛けと細工はノクス第3条の違反です。ただしその伏線が示された時のみノクス第8条により許されます。了解です。ノクス第9条によりマリア教の魔法目撃は認められます。そうですよね。第9条ならね、観測者はいついかなる時でも試験を語ることが許される。でなかったら女装した犯人の目撃を女を見たと表記したミステリーは全て失格ってことになりますから。いいんですよ、あなたが魔法を見たと主張しても。全ての真実は主張に過ぎない。だから私はあなたとは異なる真実を主張し、それを看破します。それが探偵の役目、醍醐味ですから。看破なんてできないよ。だってこれは魔法だもん。その魔法は魔法ですから魔女にしか使えないわけですよね。そうだよ、魔女にしか使えないもん。では人間の私にも使えてしまったら魔法ではないということになりますね。お前なんかに使えないよ。デアトにしか魔法は使えないもん。なら私がやってみせようじゃありませんか。この空のカップの中に飴玉を生み出してお見せします。割れるならやってみてよ。無理無理、無駄無駄、人間にできるわけがない。なら期待ご期待、こうご期待。さあここに空っぽのカップがありますよ。よろしいですか。よろしいですね。それをこうしてテーブルに伏せます。無用の戦いと思われる。さあ飴玉を生み出す呪文を唱えますよ。なんなら一緒に唱えますか。さあさあ思い浮かべてごらんなさい。カップの中にキャンディーがいっぱい。そんな素敵なところを思い浮かべてごらんなさい。ストップ。マリアさん、どうしてあなたは呪文を唱えるときに目を閉じるのですか。魔法の奇跡をどうして目撃しないんです。人間は反魔法の毒まみれだからだよ。卑しい人間が見てたら魔法の奇跡がかき消されちゃう。だから卑しい人間が魔法を使うときには目を閉じなきゃいけない決まりなの。なるほどなるほど、人間の魔法に対するお作法、了解しました。つまりあなたは魔法の瞬間を目撃したことは一度たりともない、そういうことですね。さあ出来上がりです。どうぞカップを開けてみてください。私がキャンディーを生み出す魔法を使いましたから。魔女をバカにするお前なんかにキャンディーの魔法が使えるわけない。ではもしもうまくいってましたらお慰み。
ップの中はどうですか？ね、これが魔法ね。エリカも魔法が使えるのね。魔法でしょ、これが。ことはつまり、待てねえだろ！あんたが目つぶってる間にカップ開けて飴玉放り込んだだけじゃないですか！これが魔法？こんなの三流手品でしょうが！やめ！これがまず探偵としての青き真実です。重ねて真実の魔女としてくれてやります。赤き真実を。あんたの言う飴玉の魔法はただの手品。ベアトリーチェとかいうエセ魔女が魔法と称して見せた単なる手品。つうかあんた、この程度の手品で騙されるわけね。あんたの主観が語る魔法なんてね、全く信用できやしない。思い込んでるものは全てあなたが種に気づかないだけの手品にすぎません。もうなんてあるわけない、存在するわけない。このカップにキャンディーを入れたのはエリカの手品かもしれないけど、だからといってベアトの魔法も手品だったことの証明にはならないよ。うりゃー。ならば同時に魔法以外では不可能だったことの証明にもなりませんね、この腐れぬいぐるみが。金刑、慎んで申し上げ奉る。無用の勝負、これまでと知りたまえ。この紙切れどもがいいところで邪魔を。これで十分です。カップの中にキャンディを表す魔法についてはマリア教に手品であっても魔法だと誤解する可能性があることが示されました。よって魔法であるとの主張は却下されます。でもマリアの時は本当に魔法だったかもしれないよ。手品が存在することが魔法を否定することにはならない。エリカ教、お見事です。見事マリア教の魔女幻想を打ち破りました。あと一歩で波が引いた後の真っさらな砂浜みたいな無垢なハートをズタズタに引き裂いてやれたのに。残念です。今日が冷めました。これで満足？痛っ痛っ。が、外交官特権、この勝負はもうおしまい。金刑、外交官特権、了承するものなり。
意図大人げない戦いと知りたまうものなり。何か言いました？何も。引き上げましょう。マリア教など所詮はエリカ教の敵ではありません。この程度の雑魚見逃したとて問題はありますまい。ふっ。そうですね。子供の夢を引き裂くなんて、私も随分と大人げないことしちゃったものです。本当にごめんなさい。私にしてはエレガントじゃなかったことをお詫びします。行きましょう。そうそう、いかがです？ただカップが伏せてあるだけで、フルドエリカはこの程度の推理が可能です。いかがです、皆様方？エリカさん、僕は今のやりとりはあまり大人として尊敬できないね。どうもすみません、私もまだ子供なもので。食後のクイズ大会の時から感じてたが、お前性格悪すぎだぜ。楽しいか？小さい子の夢、ずったずたに引き裂いて楽しいかよ。バトラ様もおやめください。どうか私に免じて、この場はこれ以上はお控えください。お願いいたします。行こう。